はい、今回のパフォーマンス、日本つながるプロジェクトのために特別に考えていただき、相当気合も入っているということですので、この後すぐです。ぜひご期待ください。続いてはお天気です。かやちゃん。おはようございます。タスキリレーの後のパフォーマンスにもぜひ期待していただければと思います。今日はスタジオはご覧のメンバーでお伝えしていきます。大ジャンケンに参加した方の中から抽選で10万名様に人気デザートドラモッチの引き換えクーポンをプレゼントします。詳しくは番組ホームページご覧ください。まずは最新のニュースからお伝えします。ニュースを続けます。事前に本社も下見していたのでしょうか。男女2人が刺されて重体となっている事件で、逃走していた男を逮捕。客として店を訪れていたことが分かりました。すごいかっこいいです。本当にこの初 CM なんですけど、やっぱりすごいかっこよかったです。はい、初めての演技に自画自賛。一番の注目ポイントを聞かれると、まあ、最後の部分の、毎度早ってところで、やっぱ富山弁でこんにちはというか、そういう感じに使ったところが、やっぱり僕の一番お気に入りのところじゃないかなと思います。そしてイベント後、八村選手に目覚ましテレビが初めてインタビューしました。毎度早毎度早フジテレビの久慈と申します。よろしくお願いします。本当に身長大きいですが、2メートル何センチですか。ちょっとセンチではあんま測ってないんですけど、多分僕の人だと2メートル56ぐらいじゃないかなと。56、はい、ちなみに手も大きいですよね。ああ、そうです、はい、比べてもらってもいいですか。すごいすごいですね。全然違います。ちょっとジャンプしてみていいですか。今本気でやったんですけど、ちょっと上まで届かないですね。ちょっと全然ダメです、うん、最後にビッグな夢について語ってくれました。 NBA でプレーするのはもちろんですけど、東京オリンピックとかワールドカップも今入ってくるんで、もうこう日本代表のこの、日本のそういうバスケ その代表の選手としてもやっていく中で、やっぱりこう僕がどれだけこう日本のバスケとかこの日本のスポーツ界にどれだけ影響を与えられる選手になるかというのを、はい、そういう楽しみにしてます。久慈さん、はい、八村選手、体も夢もスケールが大きいですね。本当ですね。本当に本気でジャンプしたんですけど届かなくて、2回手を挙げていただいたんですね。2回目さらに高くされて、そんなお茶目な部分も見られましたね。、はい、そうでした。さあ、そんな八村選手なんですが、おととい那覇空港でアシアナ航空の旅客機が管制官の指示に反して滑走路に侵入するトラブルが発生し、国土交通省は重大インシデントとして調査を始めることになりました。イラン政府は22日 CIA アメリカ中央情報局のスパイだとするイラン人17人を逮捕し、一部に死刑判決を下したと発表しました。はい、200m 個人メドレーで涙の失格となったエースとして成長につなげてもらいたいですね。はい、楽しみです。今日中、この日本つながるプロジェクト、私も去年12月に生まれ故郷の北海道、久慈さんも岩手、はい、走りましたよね。はい、1年をかけたゴールもう間もなくです。では続いてはお天気です。かやちゃん。はい、小学1年生のまほろくんですけれども、はい、初めての夏休みはサッカーキャンプを楽しみにしているそうです。では今時です。すっぽり収まります。こちらのバッグは
ポイントはこの持ち手部分、実は長さが調節可能なんです。一体どうなるのかはスタジオで。これなんですが、持ち手の長さを変えると、うんうん、なんと、おなんだ、リュックになるんです。いい、ツーウェイだと便利だし、服装によっても変えられるからいいですね。便利ですね。以上、今時でした。5時30分頃にスタートした東